アイドルに生まれてよかった。どうも、芸歴3年目、副業は YouTuber、 カリスマアイドルです。 CD を300万積んだ推しが総選挙で結婚発表をして病んでる。ダメオタク。じゃあ質問です。あなたは別れた元カノに今まであげたプレゼント全部返せっていつまでもいつまでも言い続けますか？責めない、惚れた自分が悪いの。ガチ恋したなら本当の恋と一緒、そういう女だと見受けずにガチ恋していた自分を恨みなさい。それにこの世にアイドルって一体何人いると思ってるの？約5000人。推し編視野。いや実際300万はきつい。